人の背中のイラスト背中とは、背の中央、人間の背の中央あたり、頸部の下あたりから胴のくびれあたりまで、動物の体の地面に面している側の反対側を背というが、その面の中央あたり。女性の背中、動画が背中の中央部に縦に背骨が通っており、若干くぼんでいる。背骨の両側は肋骨によって、 やや隆起したような状態になっている。背中の髪型の皮膚の下には肩甲骨があり、肩周りの動きに応じて肩甲骨も動く。腕を上げる動作などをすると、それと連動して肩甲骨も回転し、それによって背中の皮膚の上からもはっきりわかるほどに形状が変わる。目は複足、胸側についており、背中側は見えず、また腕も前方には動かしやすいのだが、 背中側には動かしにくく、背中側は弱点になっている。男性の背中皮下脂肪の多い、日本人中年男性の背中甲を背負う衣類の、背中側はまとまった面積を確保できるところなので、様々な絵、文様などを描く場所として、しばしば活用される。背中は弱点であるので、武芸者は通常、敵に背中を見せないようにする。決闘などで敵に背中を向けるのは、 非常に危険である。イアイドでも、抜刀するのと、ほぼ同時に敵を切り倒した後も、基本的に絶対に敵に背中を見せない。自分が切り倒した敵の元から去る時も、刀を構えたまま、相手を見据えたまま、ゆっくりと後ろずさる。そして十分に距離を確保してから、相手の側に顔を向けたまま、刀を振って、血を払い、血を拭い、刀を鞘に収める。次に、 厳ビスを返すと、素早く、そして足早にその場を立ち去り、戻らない。つまり背中を見せる時間を最小限にする。背中は弱点であるので、江戸時代、武士道では敵をいきなり、背中側から襲うことは卑怯とされた。相手の正面側からまず自分の名を名乗り、正々堂々と戦うのが美徳とされたのである。また、逃げること、敵に背を向けることは、恥とされたので、 背中を切られることは敵に背を向けたとも解釈され恥とされることもあった。例えば、安藤信正が坂下門外の変で背中に傷を負ったところ、一部の抜角から背中に傷を受けるというのは武士の風上にも受けないと非難された。なお、フェンシングやポーランドにおける騎士道世界大会では、正面から相手の背中を攻撃する技が見られ、 これは互いに前面に盾を向けている状況下で片手で武器を持っている姿勢上相手を抱き込むようにして攻撃するイコール盾を封じたまま無防備な背を狙う方が楽であり背面を叩きつける日本の武士道とは異なり背を攻撃することが別段卑劣とはされない単なるテクニックといった位置づけである背中には盾に一筋背骨が通っている 背骨は、銅の背中側の表面近く、浅い位置にあり、そこには重要な神経が通っている。背骨を痛めると、下半身不随になり、歩けなくなってしまう可能性が高い。バイクのライダーは、事故の時に背骨を痛めないように、背中側にもプロテクターをつけること、あるいは背骨あたりを守る樹脂のプロテクターを縫い込んだ、ライダーズウェアなどを着用することも多い。 人間の目は前方に向いているので、背中側で起きていることを把握するのは得意ではない。背を向けるは見ようとしないということで、拒絶する、無視するといった意味になる。人が荷物を運ぶ場合、荷物を保持する場所はいくつかあり得るが、背中も用いられる。アフリカの人々は多くが今も頭の上に荷物を乗せて運ぶ。山がちの地では足元がおぼつかなく姿勢が不安定で、 荷物を頭の上に乗せたまま進むのは難しく、背中に背負う方が適しており、一般的になっている。背中で運ぶ場合は、背負いかご、しょいこ、リュックサックなどの道具が用いられる。人は背中に乗せて運ぶことができる。人を背中で運ぶことをおんぶという。昭和頃までは、日本人は大人になると、年老いた自分の親を背負って運ぶことが多かった。近年では、 各家族化が進み、その代わりに老人の世話は介護制度などによって行われることが増え、またやり方が変わり、少年が老人を背負って運んでいる姿は滅多に見られなくなった。気を沈めるときには、ある程度親しい関係になっている人では、背中を刺するということがある。気が立った人の気をなだめたり、落胆した人を慰めたりするときに背中を刺することがあるのである。 ゴルフの選手はティーショットで背中側の筋肉を痛めてしまい、背中の痛みに苦しめられることがある。特にスポーツ等で痛めた記憶もない人、心当たりがない人が背中に痛みを感じるようになった場合は、膵臓癌である場合もある。膵臓癌は早期発見が比較的難しく、おまけに一旦できると進行が早く、さらに膵臓は深い場所、腹側から見て、 昨の裏、背骨近くにあり、手術が難しいので、一旦癌になると助からない可能性が他の癌と比べて高いとされ、しばしば恐れられている。水臓癌はできているのに気づかれないことが多いので、結果として当人は、ただの背中の筋肉痛だとか、腰痛だ、腰の筋肉が痛いなどと思っていることも多く、そうした状態がしばらく続いた後で、 耐えられないほどの痛みになってから検査をして、実はそうではなくて、膵臓癌だった、などという展開になり、気づいた時は手遅れで、有効な手がほぼ残されておらず、結局亡くなってしまうような事例、癌だと分かったと周囲の人たちが聞かされてから、亡くなるまでがあまりに短期間で、家族、親族が心の準備もできず大きなショックを受ける事例が非常に多いのである。 四足で歩む動物の場合も背中は無防備である。敵から攻撃を受けた場合背中は守りづらい箇所あるいは弱点である。この背を構造的に強化して防御する方向に進化した例は多い。哺乳類ではアルマジロがその典型である。昆虫や甲殻類などにも背面に比較的丈夫な外骨格を持つ例が多く、それらは普通は廃校と言われる。猫は 背中は強化されなかったが、その代わりに攻め込まれると仰向けになることで、相手に弱点である背中を見せないようにし、鋭い爪のある獅子をすべて相手に向け、防御、攻撃する。四足で立つ動物では、覆面は地面に向いており、背中は地面と反対側、髪型で他者から見える側でもある。したがって、同種内でのアピール、他種に対する表示も、 種として背面に現れる。動物の外見的な特徴が現れやすい側なので、昆虫標本等では、背中が見えるように固定するのが一般的である。子供を常時運ぶ動物では、腹側の袋に入れたままにして運ぶ方法、背中側で運ぶ方法、口の中に入れて運ぶ方法等々様々な方法があるが、オポッサム、サソリ、コモリグモなどでは背中に背負う。 ありがとうございます。